現地にある記念石ヒワイミング州グラッタンの虐殺は、1854年8月17日に、ネブラスカ巡州ララミートリデのそばで、アメリカ陸軍とラコタ数族インディアンとの間で、牛一頭の賠償をめぐって起こった軍絡みの紛争。事件の責任者であるアメリカ軍人、ジョン・ローレンス・グラッタンの名を取ってこう呼ばれている。虐殺と名はついているが、 実情は武装した米兵がインディアンの村に押しかけて無理難題を要求した挙句に武力行使し自業自得の帰り討ちにあって全滅してしまったというものである。大平原地帯におけるインディアン戦争の最初期の事例とされる。膨張する一方のアメリカ合衆国の植民は19世紀に入って西部太平原地帯にも参拝してきた。この一帯は数族をはじめとする 略奪狩猟期は民族である、平原インディアンたちの領土だった。合衆国は1833年に、ネブラスカ巡州に、ダラミートリデを開き、陸軍を常駐させ、1851年の、ダラミートリデ条約以降、数族に保留地への定住を強制し始めていた。西へと向かう多くの白人移民の滅場社団は、近くのオレゴン道を通過したが、 若い数の戦士たちは領土に侵入した彼らから、牛や馬をかっさらって、白人移民たちを悩ませていた。1854年の初夏、数族各種族は1851年に第一次、ララミー取り条約で約束された、堀内年金を受け取るため、ララミー取りそばに集まっていた。トリデのそばに5000人近い数族が大集結していたのである。 地元ネブラスカの作家マリサンドスは、当時を知る数族の頃や関係者から聞き取り取材を行い、事件についての証言をまとめている。数族によると、事件のあらましは以下のようなものであった。数族は、ララミートリで近くで太陽の踊りを行い、この儀式のために、カーリー、ハンプ、リートルホーク、ローンベアーラそうそうたる戦士たちや、コンクアーリングベアーや、 オールドマンアフレードオブヒズ放シズといった州長も顔を合わせていた。8月にダラミートリレからほど近いシチャングスー族とオグララスー族の共同野営地にモルモン京都の一団がやってきた。そのうちの一人が片足を痛めた目牛を棒で激しく叩いたところ牛は暴走しスー族の野営に飛び込んでトラボイや干した生皮を壊した。牛はちょうどこの野営を訪れていた。 ハイフォアヘッド、またはストレートフォアトップという名のミネコンジュ数族の戦士の TP を壊してしまった。ハイフォアヘッドは牛の角を掴んでこれを抑え追いかけてきたモルモン京都に取りに来るよう手を振り大きな声で叫んだ。しかしモルモン京都は逃げて行ってしまった。牛は年取っていて足を怪我しており。 何の価値もなかったので、ハイフォアヘッドは牛を彼の TP を壊した代償だと思い、みんなで食べてしまった。その晩、コンクアーリングベアー州長とオールドマンアフレードオブヒズ、ホーシズ州長は聖なるパイプの儀式を行い、二人でこの問題を協議した。彼らは朝になったら取り出に行って、兵隊の州長に会おう、と話し合った。しかし、彼らが取り出に行く前に、 自体は急展開していた。モルモン京都の飼い主は、これを、ダラミートリデの米軍に苦情として持ち込んでいた。米軍の若い指揮官は、数族を従わせるのにちょうど良いと、この訴えを取り上げた。トリデの近くには、数族の妻を持ち、永年数族と交流のあったルイボルドーという、フランス人交易業者がいた。彼は揉め事を避けるためにその朝、トリデでグラタンと話をし、 モルモン京都に死んだ牛を10ドルで買おうと申し出た。しかし、家畜としてはすでに役に立たなかった老牛の代償金として、モルモン京都は当時では高額の25ドルを要求した。ボルドーはとてもそんな金は払えないと断り、引き下がった。1854年8月17日の朝、官釈持ちのグラッパンは、ハイフォアヘッド逮捕のために、29人の兵士と、 ユーセというインディアンとフランス人の根血の通訳を連れ、二門のワゴン砲馬に引かせて、数族の野営へ出かけた。ユーセは飲んだ暮れで、数族から嫌われており、彼らに怯えて、さらにウィスキーを煽った。彼のラコタ語の知識は、不完全で、通訳としては役に立たず、コンクアーリングベアー集長の言葉に絶像を加えて、事態を悪化させた。 怒り狂ったグラッタンは遊世から酒瓶を取り上げて叩き割っている。その場に合わせた公益業者のボルドーによるとグラッタンたちは数族の野営地に入ると数族の戦士を女呼ばわりしてなじり始めた。野営にはおよそ4800人の数族がおり約1200人が戦士だった。ボルドーによるとグラッタン単位はこれを見てボルドーに相談してきた。 ボルドーは彼にコンクアーリングベアー州長に直接交渉するよう進めた。ボルドーもインディアンの州長の立場を指導者と誤解しているのである。ヒューフレミング中尉とクラッタンはシチャング族のコンクアーリングベア州長の TP を訪ね、ミネコンジ族のハイフォアヘッドを差し出せと理不尽な要求を行った。オールドマンアフレードオブヒズホーシズ州長とコンクアーリングベア州長は 朝廷役として、グラッタンとハイフォアヘッドの間を行ったり来たりした。コンクアーリングベアー州長は、米軍と怒り狂った、モルモン京都を沈めるために最善を尽くし、彼は、モルモン京都に賠償として、自分の持ち馬の中から、極上のポニーを差し出そうと提案した。彼は、グラッタンの前に5本の棒を置き、この妥協案を示した。しかし、フレミング中尉は、 強硬派で短期なジョン・グラッタンと共に、この妥協案を拒絶し、あくまでもハイフォアヘッドの即時引き渡しを要求した。コンクアーリング・ベアー州長は、この無理難題に、まあ待ちなさい、落ち着きなさいと言って、グラッタンに座って、パイプを吹かし、気を沈めるよう促したが、通訳の優勢はでたらめな言葉に変えてしまい、グラッタンは顔を真っ赤にして、ブーツを踏み鳴らした。ボルドーが見たところ、 ユーセの通訳は無茶苦茶で、事態を悪くするばかりだった。コンクアーリングベアー州長は、ボルドに通訳を頼んだが、グラッタンは納得しなかった。グラッタンは州長を手でついたので、数族の戦士たちは、米軍兵士を取り囲んだ。ボルドーは、処置なしと見て交易所へと戻った。感触を抑えきれなくなったグラッタンは兵士たちの列へ、歩いて行って、条件を引き抜き、 砲撃を命令した。そして、米軍兵士は大砲コンクアーリングベアー長、オールド、マンアフレードオブヒズホーシズ州長、ビッグパーチさん、コンクアーリングベアーの兄弟に向かって撃ち始めた。コンクアーリングベアーの兄弟は、和平の印の会議のブランケットを羽織っていたが、まず彼が砲撃で倒れて死んだ。グラッタンは再び大声を上げ、ワゴン砲を鳴り、 コンクアーリングベアー州長が倒れ、死んだ。ハイフォアヘッドはライフルでグラッタンを撃ち殺し、スポッテッドテールは大声を上げた。そして、100人を超える数族戦士が、ワゴン砲の兵士に、矢の雨を降らせた。グラッタン以下、30人の兵士たちは、勇セと共に皆殺しにされたのだった。グラッタン注意は、 陸軍士官学校を卒業したばかりの24歳の若手士官でインディアン嫌いで有名な飲んだくれで短気な男だった。グラッタンは20人も兵士がいれば数族を叩きのめしてこの地を平和にしてみせるさと嘘吹いていた。グラッタンはこの地に赴任して間がなく数族の戦力を軽視していた。当時、ダラミトリダには百人程度の米軍兵士が常駐していたが、 周辺の数族は千人を超えていたのである。コンクアーリングベアー州長の提案は、グラッタンたちにははぐらかしにしか見えなかった。他の白人同様、グラッタンもインディアンの文化を全く理解していなかったのである。マトアユヒ州長は、シチャング族の非常に温厚で資料深い、敬愛を集めた州長だった。彼は白人たちが、数族の大指導者として一目置き、 条約交渉の用と従っていた人物で、当時オールドスモークの野営地の近くで、ミネコン獣族や、オグララ族と一緒に暮らしていた。グラッタンやフレミング中尉は、コンクアーリングベアー州長を、水族を率いる最高指導者だと勘違いしていた。フレミングの必要な要求に、州長は、自分は、シチャング族の州長であり、ハイホォアヘッドは、 ミネコンジュ族の戦士だから、自分には彼を連行するような権限がないのだと説明した。同じ数族であっても、シチャング族とミネコンジュ族は個別の共同体であり、ミネコンジュ族の不始末はミネコンジュ族で処理するのが道理なのである。また州長はそもそも、指導者でも、司令官でもないのである。崇族をはじめ、インディアンの社会は合議制であり、 酋長はその中で朝廷役を果たす存在だった。酋長には主張のような他者を従属させたり命令する権限はない。すべては大いなる神秘のもとにあり、カミラ番章は平等であり繋がっていると考えるインディアンの社会には主張や部族長は存在しないのである。しかし白人にはこれがどうしても理解できなかった。インディアンのチーフは部族長であり、 部族の代表であるという、クリストファー・コロンブス以来のこの勘違いは、ここでも、この温厚な州長に対して向けられた。クラッタンの理不尽な要求に対し、コンクアーリング・ベアー州長は、自分の資材を代理賠償するという分別ある申し出をし、調停者、世話役として、申し分のない調停を提案したのである。コンクアーリング・ベアー州長の死は、数族を大きな悲しみで包んだ。 長老たちは、我々の平和な村に白人の兵士を入れたことからこんなことになったと悔やんだが、コンクワーリングベアー州長は、今はの際でも白人を恨まず、無鉄砲な若者たちが謝ったことをした。私は死ぬ。私の身内、テトン、スーすべては、オールドマンアフレードオブヒズホーシズ州長に預けると言い残した。彼の遺体は、 伝統に習って平原の木の栄に葬られた。数族の長老たちは砦を襲撃して追い打ちをかけることはせず、それぞれが平原に再び参会することを選んだ。歴史作家のラリー・マクマウトリーはこう述べている。彼らが望めばおそらくダラミートリデを滅ぼすこともできただろうに。当時カーリーという名だったクレイジーホース少年はこの事件に大きなショックを受け、 一人で山にこもり、以後の人生を決定づける刑示を得ている。この事件をきっかけに、白人とスーインディアンの領土をめぐる戦いは拡大の一途をたどり、ララミートリデ条約の和平案は瓦解した。その根本原因は、白人のインディアン文化への無理解にあった。ベリー・マイ・ハート・アット・ウン・デッド・ニー、ザ・イン・アンズ、クレイジー・ホース。 ザストレンジマンオブザオグララ当時最も数族で尊敬を集めた州長。本当の名前は彼の馬の稲鳴きを聞いただけで誰しも恐れをなすという勇敢なものだが白人が誤ってこの彼の馬に恐れをなす男という情けない役名をつけてしまった一説によると巨星牛インディアンは物事に取りかかる前に必ず聖なるパイプを回し飲みするつまり馬をことを差し出すという意味。 クレイジーホース、クレイジーホース、ザ・ストレンジマン・オブ・ザ・オグララ、クレイジーホース、クレイジーホース、ありがとうございます。